皆さんお待たせいたしました。ただいまから平成30年度予算案を記者発表を行います。それでは石井知事よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。平成30年度の予算がまとまりましたので私から発表させていただきたいと思います。サブタイトルをですね、タイトルを、元気富山の創造ということですけれども、富山新時代へ新たな挑戦というふうにタイトルをつけさせてもらいます。新幹線開業ということだけではなくて、後ほど申し上げますように、富山県、明らかに新しい時代になったと思います。そして、後ほど申し上げるように、様々な富山県を取り巻く環境変化がありますから、それにしっかり対応できる、予算で、その前提としてですね、先般答申もいただいた10年計画の新たな元気富山創造計画もございます。これも念頭に置きながら今度の予算を使用させていただきます。以下内容を早く説明させていただきます。で、まずお手元に資料1としてですね、平成30年度富山県一般会計予算ポイントというのがあると思います。で、一般会計のトータルはですね、5,487億5,500万円でございまして、前の年に比べますとプラス 0.2% ということでありますけれども、実質的に見るとその下の政策経費というところを見ていただくと、これは例えば新幹線の事業がほぼ終わりましたので、当然減になりますし、またリーマンショック以来、経済対策緊急支援の制度も作ってきましたけれども、ご承知のような経済動向ですので、これも減額するとか、耐震化的なことも一通り終わったといったようなことで、そういう当然減になるものを除きますと、そこに小さくありますように、政策経費2393億円で、前の年よりプラス 1.0% となります。ただ、さらに今回の特色はですね、2月補正予算、今度2月末から始まる県議会に、選議でお願いしようと思ってますけれども、この予算がかなり大きいものですから、前の年の2月補正予算と合わせて14ヶ月予算として比較をいたしますと、5692億円でプラス 2.4% 増、また先ほど申し上げた意味での政策経費は2597億円でプラス 5.9%、そういう意味ではですね、国地方を通じる厳しい財政環境続いてますけれども、そうした中では、これまで一生懸命行政改革もやりまして、そうしたものも足がかりにしながら積極型の予算を組んだというふうに考えております。で、左の方をご覧いただきますと、富山未来創生戦略推進枠、これはおおむね25億ほどの枠で、要求を認めたんですけれども、2年前に作った地方創生戦略を受けてですね、1の結婚から子育て、また経済、地域経済の活性化、若者女性が生き生きと働き暮らせる魅力がある地域づくり等々から、未来を担う人づくりまで6項目ありますけれども、各部局、いろいろ工夫して要求してくれまして、25億7000万となっております。また今回非常にありがたかったのは、国が2月補正、国の補正予算で地方創生、戦略を進めるということで、地方創生拠点整備交付金を増額してくれましたので、これを受けた2月補正予算、地方創生拠点整備交付金事業を中心に35億1000万計上することにしていまして、これをと合わせると60億8000万ということになります。
まあ、地方創生に大いに資することになると思います。また合わせてこの右側にですね、新総合計画枠として今近づかとりまとめます新たな10年計画の総合計画、これは青天井で要求を認めたわけですけれども、ここにありますように、まあ、活力富山関係で 17.5 未来富山関係で 18.4 安心富山で 13.8 人づくりで 5.4 ということで、トータルでは54億7千万というふうになりました。まあ、これもこの後説明をいたしますけれども、まあ、相当まあ、一つは人口減少時代ということでありまして、生産年齢人口も減る、まあ、その中でまず東京など大都市への輸出を防ぐと同時に、まあ、東京や大都市にいらっしゃる方に住みよい富山県アピールして移住を富山県への移住定住を進める、あと出生率を上げていく、まあ、希望出生率を早く提出する、まあ、そのためにはですね、若者や女性の皆さんが魅力あるテーマ圏、活力あるテーマ圏、ここに住みたい、働きたいと思っていただかなきゃいけませんので、そういった政策を盛り込んでおります。なお左側の行財政改革の推進、まあ、これはこの間業界発表の時に大体お話しましたので、まあ、繰り返すのは省略したいたしたいと思いますが、この中ほどから下に行革による人件費の削減等という欄がありますけれども、まあ、一般行政部門で、平成30年度までに平成16年4月を基準としますと 23% 955人の削減見込みとなっております。また普通会計ベースでは、まあ、学校の先生や警察官なんかもかなり増やして、お医者さんなんかも増やしているわけですが、まあ、この普通会計ベースではこの16年比で 10% 1586人の削減見込みになっておりまして、普通会計ベースですとこれは平成29年度の決算までですが1630億の見込みになっている、単年度では約85億円の削減見込みになっている、まあ、こういったことがベースにあって、財政の健全化が図られていますので、結果として今回の積極予算を組みましたけれども、この左下ご覧いただきますと、県債残高引き続き30年度末においても、さらに減るという見込みになっておりまして、これでですね、平成27年から30年度のまだ見込みですけれども、4年連続で県債残高、県の長期借入金の残高が減ると、こういう見通しになっております。この棒グラフをご覧いただきたいと思います。それから、財政調整基金と県債管理基金、これをできるだけ取り崩さずに、まあ、予算編成をするということで、まあ、今回はそういうことで、30年末残高見込みは154億円、富山県の標準財政規模が2986億円ですから、その 5% 程度を、まあ、確保できているということで、こうした面からも県の財政の健全性というのは確保できている、こういうふうに思っております。1枚見ていただきたいと思います。で昨年のですね、10月時点で要調整額が30億円あったと、これをどういうふうに解消できてですね、積極予算を詰めたかというところを整理してございます。で昨年10月時点では、まあ、政府は消費税、使用消費税の増税分の主張を見直すという方針を定められた上でですね、まあ、しかし、財政の基礎的財政収支黒字化の
目指すその目標自体を堅持するということを言われました。また近年の地方の基金残高の増加、これはまあどうしても東京都さんとか大都市一部の富裕団体、大都市地域のところの数字がちょっと影響してますけれども、まあ、そうしたことから地方財政計画を見直しすべきだと、地方交付税を減らすべきだという議論が回ったところであります。また富山県でも福祉医療などの社会保障関係費や新幹線の交際費がなお高い水準で推移する、こういうことであります。そこで約30億の費用の調整額ということだったんですけれども、10月以降の主な変動要素というのを見ていただきますと、一つは歳入ではですね、一般財源総額の約26億円確保できた、まあ、内訳としてはですね、まず県税が地方消費税の生産基準の見直しによってなどをはじめとして約、まあ、15億、地方消費税の生産基準見直しの分がそのうち7億ほどございます。まあ、さらに地方法人特別消費税が約6億増えた、地方交付税もこれは国の全体の経済動向、税収見通しにもよりますけれども、一方で全国知事会富山県としても地方交付税の総額確保を強く安倍総理やなどに求めたということもありますが、ここで5億増えた。から歳出の面では新総務計画、富山未来創生戦略を積極的推進しまして、先ほど申し上げましたように、まあ、16億4000万ほど増えたわけですけれども、一方で事務事業の見直し、業務の棚卸しで 5.6 億円減る。また先ほど申し上げた国の補正予算を活用してですね、生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金、こういうものを2月補正予算に事業を前倒ししましたので、まあ、17億2000万ほど当初予算としては減ってくるというようなことで、この30億の解消が図られました。で、ただ31年度以降についても試算していますと、なお要調整額が見込まれますので、まあ、経済情勢によりますけれども、当面は基本的には厳しい状況はもちろんというふうに考えております。で、資料3ご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、これは30年度から31、32年度までですね、中期的な財政見通しを示したものでございます。で、計算の基礎としては、県税収入についてはですね、政府の名目経済成長率、成長実現ケースを使っておりまして、平成30年度は名目経済成長率 2.5%、31年度は 2.8%、32年度は 3.1% という見通しを置いております。それから、まあ、以下大体例年の通り計算してますけれども、まあ、地方法人特別税、同住税は平成31年10月に廃止という見通しで、まあ、これは一応そういう整理が、与党税制大綱なんかのこれまでのところになっておりますので、それを前提としております。それから、まあ、財政対策債は31年度以降も発行が続くとしておりまして、30年度の地方財政計画等を踏まえて試算をしている。また歳出の人件費も新たに策定した定員管理計画により職員削減を進めるということを前提しています。まあ、なお県の退職者のピークは平成32年度の、まあ、810人というのがピークで、まあ、以降は退職手当などもですね、全国少しずつ減っていくということになります。また社会保障関係の扶助費ですね、これは当然要介護認定の実績とか、まあ、また高齢者の方の伸びなどを踏まえて計算をいたしております。以下は大体これご覧になった通りであります。それから次に資料の
4をご覧いただきたいと思います。でこれは富山未来創生戦略推進枠と貧困政策推進枠の内容、それから新しい総合計画の優先戦略別の主な議論5項目について説明します。さらに重要政策人づくりについて主な予算を決定したものでございます。で1枚おめくりいただきますと、まず富山未来創生戦略推進枠、これは前回経済理事長から説明していると聞いてますので、ごくごく流れだけ見ていただきたいと思います。で詳しくは後ほど部門別でお話したいと思います。でこの創生の1ページは、まず、県民の希望出生率達成を目指すということで、結婚から子育てまで切れ目のない少子化対策をやる。また社会像への転換、若い人、女性の皆さんに富山県に来ていただくためにもですね、産業経済の活性化を図る。また若者や女性が生き生きと働き暮らせる魅力ある地域づくりを進めるということで、富山マリジサポートセンターですとか、ハッピーファミリーキャンペーンとかいろんなことをやってますし、また後ほどお話ししますように、保育幼稚園等の保育料の軽減、あるいは子育て応援券の2番目のお子さんに目の配布額を1万円、2万円にするといったようなのが入っております。説明は省略していきます。ただ、この創生の下の方をご覧いただきますと、2月補正予算で前倒ししたですね、産業支援機関、ものづくり総合センターなり、また薬事研究所等への、予算が上がっております。これも説明聞いてらっしゃると思いますが、いずれもですね、例えばオープンイノベーションハブ、これはものづくり研究開発センターにアルミの高機能化などを量化する自然環境負荷施設、研究開発を推進するプロジェクトを作る、ものづくり基盤技術を紹介するものづくりライブラリー、こういったものを整備する。その下のヘルスケアは、例えば生活保護研究所に、ここに書いてあるような最先端技術、素材を用いた高機能ウェアやスポーツ健康関連施設等の開発拠点として機能強化をする。これは例えばゴールデンさんなんかも新たな研究開発部門を親部に強化されるというのはほとんどございます。生活保護研究所は南都市にありますけれども、そういった民間の人も連携できると思います。また先端デバイスマルチ信頼性試験室というのは、これは機械電子研究所呉服の方にある施設ですね。それからその下の VR、AR 検討施設の整備、これは総合デザインセンターで、バーチャルリアリティ技術を活用してデザインの評価検討をする。で、試作を品を作らないで試作レスでこれらを実現していく。それからその右の方の薬用作物栽培生薬生産技術研究棟の整備、これは上市にあります薬用植物指導センターの充実を図るというようなことであります。また農業についてもありますけれども、これはまた後で後ほど時間があれば話したいと思います。それから、産学官の連携による中大学の振興のことも、この創生の位置の右の下半分に上がっておりまして、これは昨年1月以来のいろんな経過がありますけれども、地方大学の振興、地域産業の活性化、そしてそれらを担う専門の人材を支援する、育成すると、そのための経費でありまして、できれば今年の8月にサマースクールを開いてですね、東京の大学生が医薬品の研究から製材技術を県内の大
県立大学、富山大学、カリア薬事研究所、また企業等で検査をする。ちょうどバーゼル、スイスのバーゼルとのジョイントシンポジウムもある機会でありますから、こうしたバーゼル大学の教授などにも一部参加していただこうと思っています。またアルミについてもですね、ここにありますように、大学とものづくり研究開発センター、また産業界が連携してですね、東京などの学生さんのインターンシップの受け入れをする、そういうことでございます。で、それに先ほど申し上げたオープンイノベーションハブなどの活用も一緒に図っていくということでございます。それから1枚めくりいただいて、被害当選の2番目ですけれども、これは観光の振興、移住定住、こういったところは相当力を入れます。これは後ほど詳しくお話をします。それから中ほどは女性が輝いて働く環境づくり、また高齢者の能力を発揮して活躍できる社会、また地域交通ネットワークの整備等についても触れてますし、また働き方改革も進める。またその右側の方は健康で共に支え安心して暮らせる社会形成からまた未来を担う人づくり、こういうふうになっていますが、これをまた後ほど。それから生存計画推進枠、これもですね、活力未来、それからその次のページ安心、それから需要政策を取り組みに整理してございます。これもですね、よく聞かれたと聞いてますので、これは簡単に出して後ほど各論でお話しております。でもう一枚めくりいただきまして、重点のうち富山の価値創造戦略ということでございます。で、大ゴールデン回廊の拠点を目指しておられますけれども、まず新しい時代、特に新幹線が早く京都大阪までつないで、新しいゴールデン通勤していく、そして多少が合わせて大ゴールデン回廊を作ろうという、そういう思いで進めております。そのためにもですね、富山県がそうした大ゴールデン回廊の中で埋没しないようにですね、富山としての新しい魅力ある価値、活力ある価値創造をやっていこうと。で、まず第4次産業革命への対応と産業の高度化ということで、今年ですね、4年ほど前に作りました新富山県ものづくり産業未来戦略を見直しまして、新富山県ものづくり産業未来戦略というものを策定しようと、これの委員長というか座長には、全国的に活躍されている、経済の戦略会議のメンバーであります、橋本東京大学の教授にお願いしようと思っております。それから IoT 関係、これは今でも日本の地方の県としたら多分トップスピードでいろんな取り組みをしておりますけれども、これをさらに進めて産学官で進めてまいります。それからものづくり研究開発センター、先ほど被害創生も含めて大幅に増強いたしますけれども、これをのものづくり研究開発センターの設備の活用事例を動画として全国に発信しまして、さまざまな企業や大学に関心を持ってもらって、そして県境を超えた研究開発のネットワークを作っていこうということでございます。それからその下の医薬品の開発支援、医薬庫連携、これは医薬品はすでに2015年に全国で1位、生産額1位となりましたけれども、いずれにしても日本ではトップクラスの医薬品生産となっているわけですけれども、これからは医薬バイオとか新しい分野を切り開いていく、合わせて大学の活性化と地域産業の活性化、担い手である専門人材の育成、それをできるだけ、
地元はもちろんですけれども、東京をはじめ、大都市からの人材も受け入れてやっていこうということで、関連の事業を受け入れました。それからその下のものづくり基盤技術につきましては、アルミ産業をはじめとしてヘルスケアとか先端デバイス、VR、AR 研修施設、こういったものを受け入れております。それから農業 のところでは、新たな活創造ということで、フーですね、今の長らく日本のトップブランドであったコシヒカリ、これをこれで今後も大事にしていくんですけれども、これを超える新品種のフーをですね、ぜひ全国的なブランドにしていきたい、できれば海外にもアピールしていきたい。でそのために、生産栽培基準の徹底で品質を確保するということと、また今年秋に本格デビューしますので、フフフの配慮開拓を、首都圏等を中心に全国でやっていこうと。それから、水田スマート農業とか ICT 活用をした園芸のハウスですとか種もみの生産とか、こういったことも、これの通常また時間があれば話しますけれども、富山県の農業より収益性の高いですね、生産性の高い農業を目指しているということであります。でまたその下は新たな成長産業ということであります。その他多くの県民の皆さんに、企業の面とか事業承継の面とかで、頑張っていただきたいな。また県外からですね、さらにさまざまな企業を誘致して合わせて人材も確保したいということで、より地上生制度も活用することにしております。それから県外からの人材の呼び込みもここに挙げております。なおこの富山サテライトオフィスモデル事業というのはですね、東京をはじめ三大都市圏にある企業のうちでですね、働き方改革に前向きな企業の約 63% がですね、サテライトオフィスの導入に関心を持って興味を持っていると言われております。そこで例えば IT 企業のサテライトオフィスを県内に入手しよう、でそういうことに意欲のある市町村と一緒にですね、県も補助金を出して、そうしたサテライトオフィスというものを進めていこうというふうにしております。これはある意味では働き方改革の一環にもなるし、若い人や女性の皆さんをより獲得する、来てもらう、そのためにもなると思っております。ただ右側では、文化的なもの、富山県の新しい活創造といいますと、経済だけではなくて、やはり心豊かで豊かな質の高い文化の創造ということで、シアターオリンピックスとか、あるいは富山県美術館のさまざまな企画、宝刀もやかもち生誕1300年、こういったことで進めていきたいと思います。それからこれからの産業は、先端技術ということだけではなくて、文化力による産業の強み特性を出していく、またデザインの進行を図ろうということで関連の事業をここに挙げてまいります。特に総合デザインセンターに設置したクリエイティブデザインハブ、早速はそこにですね、意欲のある企業がぜひ入りたいということで、次々でも上がっておりますし、これを生かしてですね、内々の若手デザイナー、あるいは著名なデザイナーがですね、交流する、一緒に研究開発する場にしていこうと思っております。また昨年行いました国際工芸アワード、北陸工芸サミットの一環としてやりましたけれども、私の意見なんですけれども、大変高いご評価をいただいて、ぜひこれからも続けてやろうかと
いろんな有識者の皆さんにもお勧めいただくので、まあ、そういう方向で、やろうと、国際工業アワード岡山仮称の開催に向けた準備を進めるということにもいたしております。また富山県の新たな貸し創造という点では、やはり新幹線を軸としたですね、陸海空の、交通ネットワークの整備も大切でございますので、まあ広域道路も、また敷居富山港、またその関連でシベリアランドブリッジの検証、また物流アドバイザー的な方を、まあ、求めて適切な事例が見つかれば、そういった方にも活躍をしてもらう、また富山空港の拠点性を高める、また何といっても新たな価値創造を創出といいますと、それを担う人材が大切ですから、まあ先ほど来申し上げております地方大学、地方産業の、まあ、薬とかアルミなんかでコンソーシアムを作ってやっていくということももちろんですが、先般市発表した早稲田大学との連携についてもですね、進めてまいりたいと思います。それからTターン促進、中小企業魅力発信とありますけれども、まあ、これは県外からですね、富山県にの大学に来ていただいている学生さんが、まあ、よその県や出身県に戻るだけではなくて、まあ、富山県にとどまってここで活躍してほしい、それを今 T ターンという新しい造語で進めることにしています。まあ、それから、まあ、女性の流出がまだまだ止まらない、まあ、よりだいぶ言いましたけど止まります、うん、面がありますので、就活女子応援カフェというのも力を入れる、またグローバル人材ASEAN からの留学生の定着を図る、こういったことにも力を入れています。からもう一枚めくりいただきまして、有権の次の1ですけれども、富山のグローバル戦略、グローバルブランド推進戦略とありますが、まあ、このページはですね、主として観光とか工芸について触れております。でまず海のある水素を目指した観光地域作りとありますけれども、これは後ほど観光振興で出てきますので、まあ、後ほどお話したいです。世界で最も美しい富山湾観光を紹介しています。それから戦略的な国際観光の推進ということで、まあ、非常にアジアからの観光客が増えているんですけれども、まだまだ欧米からの観光客が、まあ、比較するとですね、まだまだ始まったばかりということですので、今回世界最大の旅行サイトトリップアドバイザー、これは大体主な旅行サイト予約サイトで見ますと、アメリカでは 29% の方、欧州では 26% の方がですね、このトリップアドバイザーの旅行サイトを見て旅行されると、こういったデータも出ております。まあ、月間4億人以上が利用されていると、こういうことでありますので、ここと、まあまあ、これを活用した誘客を進める。また、ミシュラングリーンガイド、これは非常に高い評価をミシュラングリーンガイドにしてもらったんですけれども、この平成30年改定になりますので、この機会に新たに富山ページというものを作ってもらって、そこに富山県の広告も合わせて掲載することでですね、このミシュランのブランド力を生かしてさらに富山県をアピールしていこうと、こういったものでございます。あと、まあ、日台観光サミットとか香港大連での観光プロモーションとかいろいろございますけれども、後ほど時間があれば観光の分野で説明をしたいと思います。から右側の観光地の質の向上、滞在型、体験型観光への指標でございますが、まあ、すでに方針出していますが、この富岸水上ラインの新規、来年3月の後半に新規が登場、出航できるように今準備しております。
それからテーマ圏 DMO 活動推進事業、これはやはり旅行者データベースを活用してターゲットを絞った戦略的なウェブ広告の配信をする、また外国人観光客の広域収容状況調査の実施をするといったことであります。それから一つとみまして VR 技術を活用した観光プロモーションとございますけれども、まあ、これも新たなバーチャルリアリティ技術を使って、臨場感あふれる、まあ、観光のアピールをしたり、それからその下秘密の地域をはじめとした広域観光では新幹線駅よりを促進をしてですね、観光魅力ソースを図る、特にJR 東日本さんの大人のキースクラブ、これは会員が確か210万人と聞いてますけれども、まあ、こういった方々は旅行に普通の方よりも行こうという意欲が高い、また割に教養の高い人が多くて体験型の観光を好む、まあ、こういったこともありますので、本県の各新幹線駅周辺地域の文化等をテーマとしたですね、講座を東京や仙台でそれぞれ3回2回行う、ツアーの実施もやると、こういうことであります。それから少し飛びまして、豊かな食の土産と観光商品化、まあ、これはオール富山食の魅力創造発信ということで、農林水産物の周年供給に向けてですね、富山県は大変おいしいものが多いんですが、特に量という点ではお米を除くとちょっとそんなに多くないということがありますので、首都圏 の, すごく大きな食の、まあ、企業というかですね、首都圏の料理人等と個別に、まあ、ある程度それ可能性のある方々に集まってもらって商談会やっていく、そういう形でブランド力も高めてですね、富山の農産物の普及に努めようということであります。から富山の魚水産加工品ブランド化推進事業、これは越の赤ガニとか富山の魚キャンペーンサイトの多言語化ということで、これは英語と北京語、台湾語などでやることにしております。それから産業観光にも力を入れてまいりますし、またロケツーリズム、ヘルスツーリズム、こういったことも進めてまいります。また富山型マイス講座、また富山観光未来創造塾、ずいぶんいろんな人材が出て活躍してくれていますけれども、さらに充実強化してまいります。また伝統工芸関係も、まあ、これまで現に力を入れて進めています。それからもう一枚お持ちいただいて、富山のブランド推進戦略の2枚目ですけれども、こちらの方は海外ビジネスとか国際経済交流、内外への販路開拓、グローバル人材、国際交流、そういったものがまとめてございます。まあ、これも話せば長くなりますけれども、まあ、県内企業の海外ビジネスということで、もちろん、ものづくり総合見本市、また今後は進めていきたい、2019年にやりたいというようなこともございますし、また海外ビジネスアドバイザーを、まあ、設置していきたい、それから ASEAN 諸国等の経済交流、シベリアランドブリッジの活用の検証、こういったことに力を入れてまいります。それから右側で県産品のブランド力強化とございまして、まあ、特に首都圏情報発信拠点運営事業としてありますが、まあ、日本橋と山間、おかげさまで各方面から高いご評価をいただいているように思いますので、さらに力を入れてまいります。それから一つと言いますが、このご当地自動自販機特産品魅力発信というのは、これは東京駅に今のところ2台ぐらい置いてですね、フーフーフーなどの県産品の認知度向上、販路開拓を図っていこうということであります。
こういうことは新幹線開業前日とやったんですけれども、今回フフフなどの売り出しに合わせて、もう一度やってみようと、まあ、当時も大変評価をいただいたんですけれども、またその下の富山米新品種フフフは先ほど申し上げたようなことでございます。それから伝統工芸品なんかも日本橋テーマパンと、それから日本橋の老舗百貨店と連携しておりますが、まあ、ご承知の通り三越さんと非常に隣り合っていることもありますが、大変いろんな企画を一緒にやっていこうというふうにしております。それから農林水産部の輸出関係もその下の方にございます。まあ、香港やシンガポールでの食品のうちの出店等々、また中国向け米輸出拡大に向けた精米工場や軍需倉庫のトラップ調査への支援、こういったことを進めてまいります。それからこの左の下にいまして、グローバル社会における地域づくり人づくりとありますけれども、ASEAN 地域からの外国人留学生の受け入れ定着ですね、今年初めて大学に入ってからそこで学んで大学に出て初めて県内の県に就職するという人が5人、新たに受ける方が5人予定していまして、これで累積で19人となりました。まあ、こう今のところ非常に評判もいいように思うんですけれども、しっかり一等企業に定着していただくことでですね、こういういい制度があるならもっと活用しようというふうに企業側のニーズが高まることを期待をしております。またインドのアンデラプラデシュ州、それから今年は日中平和友好条約締結40周年の記念の年でございます。まあ、随分中国も最近変わって、ここ2、3年随分変わってきたと、まあ、環境問題一つとっても随分変わってきましたし、またすごく中国はネット社会になっていると思います。まあ、そういう新たな注目というのもしっかり見てネットワークを作っていきたい。それから今回の一つの特色として、富山外国人技能実習生受け入れ促進事業というのもありますけれども、これはご承知の通り外国人の技能実習制度、昨年法改正があって、3年だったのがですね、一定の資格を取れば5年間いられるといったことになっていました。まあ、そこで、まあ、せっかく富山県に来て技能実習をして、いずれは、まあ、本国出身の国にお帰りになるということですけれども、まあ、有料事例集の作成とか、また3年から5年に移れるように技能検定合格のための講習の実施とか、また県の支援策、有料事例等を活用するセミナー、だからやっぱり最初は日本語をしっかり勉強していただかなきゃいけないんですが、まあ、ここの受け入れ企業だけではちょっと限界があるのでですね、まあ、せっかくご縁で富山に出したんですから、日本語もしっかり覚えていただいて、そのことで末永くですね、まあ、富山県にも交流してもらう、そういう存在になっていただくように力を入れてまいります。からもう一枚めくりいただきまして、住建の3ですけれども、まあ、人口減少時代に、まあ、しなやかに対応する人と地域の、活性化戦略とありますけれども、ここで働き方改革と若者女性高齢者の活躍とか、また技術革新に対応した教育、子育て支援、少子化対策、また暮らしている地域の活力、維持や活性化、こういった事業を挙げておりますけれども、これは後ほど各分野のところでお話しします。それから 10.4 ですけれども、災害に強く環境に優しい持続可能な県づくり戦略ということですけれども、まあ、防災・減災関係、それから、まあ、環境、それから再生可能エネルギーの活用等々を挙げております。で、特にここではですね、防災対策と環境保全の両立ということで、まあ、立山砂防関係、今年は節目の年で、国際防災学会インタープイベントも富山県で開催されますし、また合わせて世界の防災遺産、立
立山サゴシンポジウムというのも開催いたします。また立山からあるサゴ博物館20周年、まあ、こういったことにも取り組んでまいりますし、で、まあ、来庁の方も等も合わせてまた安全登山検討会といったものも、そして安全の面も努力をしてまいりたいと思います。もう一枚出ていただいて重点の5でありますが、まあ、健康元気で安全な共生社会づくりということであります。で、左側は市として、健康づくり環境、右側は地域共生ということをテーマにしたりも並んでいますけれども、まあ、特にですね、この左上にありますように、最近改めて健康経営ということが出てきました。これは従業員の方の健康管理を図ってですね、まあ、生き生きと元気で働いていただくことがですね、結果として労働生産性があって企業の経営にもプラスになる、まあ、そういう考え方が、まあ、もっともっと普及させていこうということでございます。またウォークビズ富山県民運動推進事業というのは、まあ、通勤などの時にですね、手軽にウォーキングに取り組む企業を醸成したいということでありまして、まあ、例えばノーマイカーデーなどと合わせてこうしたことも進めてまいります。それから中ほどにですね、まあ、高齢者の社会活動から介護認知予防とございます。まあ、若年性の認知症の方への、まあ、居場所作りといったところにも力が出てまいります。それから先進的な疾病予防の推進、健康管理、まあ、このあたりは後ほどまた時間があればお話します。から地域共生関係では、まあ、富山型デイサービスの普及、これはもう皆さんご承知の通りですが、今度は国の方でもですね、介護報酬、まあ、こういった富山型デイサービスのようなものをしっかり位置づけて、従来ややもすると介護報酬なんかの面で、恵まれなかったんですけれども、もっと実情に即した方向で今改正する、そういうことになっていますので、これで富山県内はもちろん、さらに全国的にこうした富山型デイサービスが普及することになる、まあ、そのため県としてもこれは投資していこうと思っております。それから、まあ、障害者の方も含めてですね、包括的な地域共生社会構築の支援をしていくわけですが、そうしたことの一環として手話普及等施策総合推進事業ということで、まあ、今度条例も出しますし、力を入れてまいります。また性暴力被害ワンストップ支援センターについても、ご承知のように3月末にスタートをするわけでございまして、まあ、実質平成30年度が、まあ、最初の本格的な実施になります。また保健医療福祉、いろんなことをやっておりますけど、これもまた後ほどお話しいたしたいと思います。それから重要政策人づくり、次のページですが、これは今まで後ほども話します格論も含めて、子ども若者働き盛り高齢者と各政策を再整理したものでありますので、これはまた後ほどご覧いただきたいと思います。次に施策テーマ別の主な事業についてラストをお話ししたいと思います。資料5をご覧いただきたいと思います。まず1ページですけれども、まあ人材の確保育成その1、子育て支援教育化対策の中心ということですけれども、まず一番左ですね、家庭地域における子育て支援で、まあ、これは子ども子育て支援新制度を生かすのに、まあ、しっかりと実施していこうということで、まあ、いろんな分野に力を入れておりますけれども、例えば左から
左の一番上から5つ目、病児・病後児保育類似促進事業ではですね、病児対応型、病後児対応型施設の設置促進のためにですね、県独自に運営費等を支援する。まあ、これはお医者さんとの連携が大切ですから、あそこでお医者さんとの連携がうまくいくように、まあ、県としてもそうした運営費に助成をすると、新たにやることにしております。それから、2つ飛びまして、年度途中入所等保育士確保事業でありますけれども、これは年度の初めの頃は、大体希望の保育士、保育所に入りやすい、入れるんですけれども、年度途中の転勤その他、あるいは年度の途中で新たに、まあ、出産されてしばらくして、保育所に預かってもらう。まあ、こういった時に、ある程度保育士さんが余裕がありませんと対応できないわけですが、今度は下配保育士2人目のですね、支援を拡充する。まあ2人置いてらっしゃる場合の2人目の方は今人件費3ヶ月分だけ補助を対象にしてますけれども、まあ、これを4ヶ月にする、まあ、かなりきめ細かい話ですけれども、まあ、現場では大変喜んでいただけるようでございます。それから子どもの居場所づくりで放課後児童対策でございますけれども、まあ、これは放課後児童クラブの支援を、まあ、引き続き行うわけですけれども、ご覧いただきますようにかつてと違ってですね、まあ、クラブ数も随分増えてますけれども、18時を過ぎて開設しているところが、まあ、今年は100ですが来年111になる。そのうち6時半を過ぎて、開設しているところが従来69だったのが79になる。また放課後児童クラブを少し遅くまで開設するには、その児童支援員の処遇の問題がやはりあるわけですけれども、6時半を超えて開設して指導員の処遇改善に取り組むクラブについては、またさらにそれを特別に支援するというふうにしてまして、37箇所も44箇所になる。まあ、こういったことで県内の小学校区が大体190ちょっと切れるぐらいだったと思うんですけれども、この数を見ていただくと、まあ、相当充実してきているというのはお分かりいただけると思います。また仕事と子育ての両立支援ではですね、仕事子育て両立支援のについて天馬県は条例でですね、国は101人以上ですけれども、テーマ県ではまず51人から100人、さらに30人から50人の企業に、まあ、条例で一般事業主行動計画の策定を義務付けてきましたが、まだ策定率がですね、30人から50人ですと 72.4% にとどまってますので、まあ、これをさらに充実していきたい。さらに企業子宝率の調査、それからそれが両立しやすい職場づくりをしている企業を、まあ、検証する、まあ、こういったことも引き継ぎ努めてまいります。またイクボス宣言、まあ、今私もさせていただきました、県内に110ぐらいやってらっしゃいますが、さらに普及するように努めてまいります。だから今回力を入れていることの一つは、まあ、さっきの一つは先ほど申し上げましたが、やはり結婚を希望する男女への支援ということであります。まあ、これはどうもですね、まあ、将来結婚したいと思いながらもなかなかですね、それに踏み切れないとか、またコミュニケーションを取るのがあまり得意じゃないという方が増えているようでありますので、まず富山マリージサポートセンター利用促進ではですね、ややきめ細かい説明になりますが、結婚支援システムにビッグデータからのおすすめ機能を追加しましてですね、まあ、こういう特性を持った方なら多分こういう方に合うんじゃないかといったような
分析をしてですね、そこからこういう方がいらっしゃいますよという紹介をしたいといったことを、まあ、ビッグデータを使っている、またいろいろなマッチング、まあ、毎日の、まあ、お見合い的な出会いの場を作る、このアプローチの仕方についてもですね、まあ、さらに改善を、まあ、プライバシーなどに配慮しながら改善を図る、それから富山県婚姻サポートの方はこれまでもですね、婚活イベントなんかをなさるイベントなどを取り扱う企業などにもお願いしたり NPO にもお願いしてきたんですけれども、まあ、それにとどまらずにですね、まあ、経済団体や市町村と連携した交流会の開催による自然な出会いの創出、また企業や団体が実施する婚活イベントに支援する、まあ、こういったことも従来以上に積極的にやってまいります。またマリーサポートセンターもですね、週1回は夜間18時から20時まで開設してですね、相談に来ていただきやすいようにする、それからハッピーファミリーキャンペーンの方は結婚や子育てへの関心を高めるイベント、模擬結婚式というのもありますが、まあ、この恋バナ、婚バナカフェというのはですね、これは富山大学などの学生さんからですね、まあ、こういう、まあ、イベント、模擬結婚式なんかの際にですね、まあ、個々人、あるいはグループで気軽に相談に乗ってもらえるような、まあ、専門家を置いて、そしてそういう場を作ってほしいという、まあ、提案がありましたので、まあ、これを受けてやるものでありまして、まあ、なんとかですね、できるだけ結婚を本当は希望してるんだけど踏み切れない、あるいは適当な人に巡り合わないという方にですね、チャンスをお与えしようと、こういうことであります。それから保育就学に関する支援、まあ、これは今回ある意味では金額的にも大きいですし、いろいろ検討しましたが新たに締め切らせていただきました。これは皆さんお手元にこういう資料がカラバンで来ているかと思いますけれども、まあ、ちょっと見ていただくとですね、一昨年ですね、第三子以降の人にのお子さんについては原則保育料を無料にするといったことに踏み切らせていただきました。これは一番第三子の今括弧 A になっているところですね。で、今回新たに、踏み切りますのはですね、まず丸一のところは第一子についてもですね、一人親の場合は国の制度で無償化になっているんですけれども、一人親家庭以外の場合でも無償化に踏み切ろう。それから丸2のところは、まあ、ただし今のは所得制限というと第2階層まで、ただ第3階層というか360万円の、まあ、収入のところまでですけれども、まあ、第3階層についても一人親について無償化に踏み切る、それから一人親以外のところも2分の1に軽減をすると。で、さらに第2子についてですね、この全て、まあ、無償化、第3所得の階層360万円ですけれども、ということにいたしております。で、これはですね、まず第1子を対象とした無償化というのは県レベルで国制度は別にしてですね、そして上乗せしてやるのは富山県が全国で初めてということになります。まあ、少し軽減するということをやっている県が2県ぐらいありますが、無償化は全国で初めてであります。また第2子を対象としたですね、無償化は、まあ、県レベルでは富山県が6番目と6県目ということになります。まあ、いずれにしてもこのことによって全国トップレベルというか多分一番なのかなと思いますが、
この保育所幼稚園の保育料軽減ということについて思い切って進めさせていただきました。なお、これはなかなか国の政策がどうなるかといったようなことを見極める必要があったのと、やはりそうは言っても相当多額の、予算がいるということもございましたので、今回踏み切りますけれども、これは市町村がと一緒にやりたいと、もちろんご希望の市町村ですけれども、そういうこともありますので、それなりに大きな制度改正ですから、下半期から実施すると。ですから初年度はここにありますように、この今回、新たに低所得世帯の医師、2師を無償化するといったようなことで、必要になるお金は6,575万円ですけれども、平年度ベース、通年ベースでは約1,300,000円というふうになります。このことによって、その右肩にちょっと書いてありますが、2年前にあった第3子の保育料の無償化と合わせますと、国の制度よりも軽減される対象となる児童は6,870人ぐらいというふうに見込まれるわけでございます。から合わせまして、富山区子育て支援サービス普及促進事業とありますけれども、今まではですね、第1子、第2子がお生まれになったら、1万円の子育て応援券を配布すると。第3子は3万円というふうに増やしておって、1子、2子まではややお祝い的、第3子はですね、実際にも大変物言いになるでしょうということで3万円としたんですけれども、最近はそもそも、第1子もそうですが、第2子を設けることについても、経済的な負担、その他の面でどうしようかなと思われる場合もあるとも聞いております。で、今回は第2子の配布額を1万円から2万円にしてですね、1子は1万円、2子は2万円、3子は3万円、3子以上は3万円、こういうふうに、することにいたしました。合わせてですね、この子育て応援券の対象サービスを、産後ケアとか読み聞かせ絵本の拡大とかより、使いやすいものにしようといたしております。で、これもですね、平年度ベースではこの応援券も1,500,000,000ほどになるというふうに考えております。また何といっても世論調査いたしますと、子育て世代に対する世論調査しますと、一番お子さんを持つにあたって大変なのはやはり経済的負担が重すぎるということです。で、3年前でしたかな、のアンケート調査ですと、75% ぐらいの人がですね、経済的負担が重すぎるということが、希望の数のお子さんを出ない理由に挙げておられたんですが、その後、第3子の保育料無料化というふうにしましたので、改めて調査してみると、それは、経済的負担が重すぎるというのをですね、希望のお子さんを確保で、の数を設けられない理由に挙げた人は7割に減りましたけれども、それでもですね、そのお子さんの、希望のお子さんの数を設けられない理由のトップがやはり、経済的負担の軽減ということですので、今申し上げたようなことで、保育料の無償化、それから第2子への応援券の1万円から2万円、こういうことに踏み切らせていただきました。からそれ以外に、教育費も重いという、調査結果も出てますので、これについては引き続きですね、その下の、頑張る子育て家庭支援有志利子補給、実質無利子、これをさらに充実していこうと。また3世代同居や多子世帯向けにですね、例えば住宅を増築したり改修したりというときに、
無利子で融資する、この住みよい家づくり資金融資も引き続き充実してまいりますし、また同居でなくて近居の場合、また県外からの定住世帯向けの融資の利率ですね、県外から定住してきた移住してきた世帯向け、これを 1.6 から 1.0 にする、まあ、これも引き続き充実させてまいります。また一つ飛びまして、子育て支援人を富山っ子すくすく電気、まあ、これはこの間発表いたした通りであります。その他のこの1ページの右の下から2つ目の段に福祉医療費請求書の電子データ化支援事業とありますけれども、これは乳幼児の医療助成受給者の利便性向上ということで、まあ、システムを、まあ、変えたいと、ここの市町村が、本当は市町村の問題でもあるんですが、基本的には、まあ、しかしなるべくそういうふうにしていった方がですね、結果として県民の皆さんの利便性の向上につながりますので、県もこうした電子データ化について支援するというふうにさせていただきました。なお、ささやかですが、一番右下にありますが、第4子以上の誕生祝い事業ということで、今まで県立の文化スポーツ施設の利用パスポート有効期限を生後6年間、一番下のお子さんが小学校に入るまでとしてたんですけれども、小学校6年生にまで、拡大することにしております。1枚めくりいただきまして、人材の確保育成のその2はですね、移住定住の促進、立教大学の振興等であります。で、まあ、今回立教希望出生率の実現とか、結婚を希望する方になるべくご結婚いただこうということと合わせまして、やはり人口減少時代ということでありますから、できるだけ移住定住を進める UIJ ターンにこれまで以上に取り組むようにいたしました。まあ、これは行政改革で県の組織体制も充実しましたけれども、合わせて予算措置もしておりまして、東京大手町オフィスを新設する。で、従来の制度はですね、仕組みは東京有楽町にここにありますように22名仕事1名、阿久さんに仕事相談4名から富山事務所に22名仕事相談1名、こういう体制だったんですけれども、まず大手町オフィスに阿久さんオフィスを移すと同時にですね、移住相談員を1名増やして5名体制です。まあ、従来のアクサンオフィスよりも、まあ、交通アクセスの面で非常に利便性が高まる。ただ大阪オフィスは今まではですね、月に1回ぐらい、まあ、東京などから移住相談員あるいは仕事相談員が行ってご相談に乗ってたんですけれども、まあ、今回移住相談員仕事相談員各1名配置した大阪オフィスを新設する。で、大阪ふるさと暮らし情報センターというのがありますが、そこと連携していこうと。で、これ、それから名古屋についてはですね、定期移住相談会を実施する。月1回、名古屋での移住相談会に相談には派遣するというふうにいたしておりまして、まあ、これまでに比べると、大幅にですね、移住、定住、あるいは UIJ ターンの体制を強化したということになります。それからその下の移住定住の促進のところで、まず1番目の富山サテライトオフィスモデル事業は、まあ、さっき申し上げましたが、まあ、IT 企業などが働き方改革の一環でサテライトオフィスを、まあ、地方に設けるといった例が出てきておりますが、まあ、こういったことをですね、富山県でもやっております。特に新幹線ができて東京と、まあ、2時間ちょっとになりましたので、まあ、非常に可能性が高まっていると言っております。それから、まあ、子育て世代向けのホームページを作ったり、また富山暮らし体験館を設けたり、それからちょっと、まあ、異色というか、富山に残ろう転勤家族定住促進事業というのがありますけれども、まあ、これは今までもですね、
例えば銀行の支店長さんとか課長さんとか、まあ、商社とかいろんなあの、まあ、工場の幹部の方などもそうですが、東京の本社などから家族でいらして、富山県が非常に住みやすいところなので、また教育水準も高いといったことで、ご本人が転勤されるときに家族を富山に残して、自分だけ東京などに転勤されて、またあの老後はですね、ご本人が富山に戻って家族と一緒に富山で過ごされるというケースも少なからず見受けられるんですが、あのそういったニーズがおありの方々にですね、まあ、富山の暮らしの魅力をアピールして、まあ、定住につなげていこうということで、まあ、例えば買い物に行くにはどういったところがいいかといったような、まあ、富山体験体ですね、まあ、遊びに行ったり、家族で、楽しみにはどこがいいかとか、あるいは意見交換、買い物情報、こういったものを提供するということで、まあ、かなりきめ細かな話ですけれども、まあ、努力してまいりたいと思います。またその下の富山移住転職フェア、これ去年あたりからやっておりますけれども、東京で市町村や県内企業と連携して、まあ、大規模な移住転職フェアをやる。また新たに大阪で移住転職セミナーを開催する。それからあの少し4つ5つと言いまして、地域おこし協力隊サポート強化事業というのもありますけれども、まあ、これはの市町村が基本的にはいろんなテーマで、あの総務省にも要請して地域おこし協力隊というのを受け入れてきているんですけれども、実際にあの見ますと3年ぐらい経ってそのまま富山県に定住されるという方が随分多いものですから、まあ、こういった方々をもっと積極的に受け入れようと。で、まあ、市町村ごとだとやりにくいこともあると思いますので、まあ、研修会を県として応援するとか、またあの協力隊を対象とした表彰制度を設けるとか、いったことを進めることにしております。それからもう2つと言いまして、移住者受け入れモデル地域トータルサポートというのは、これはのこれまでやってきましたが、あの新年度30年度は大津の片貝川、姫路の内川などを中心にですね、移住者受け入れの施設を改修いたしました、する経費を補助しましたり、備品の補助をしたりということであります。からこのページの左の一番下、これはの東京ガールズコレクションの開催の支援ということでして、移住定住の促進とか県産品の魅力発信、県内の観光スポットや食の発信につなげていきたい、まあ、あの今のところ富山市内で開催されるということで民間の支援もあるということですが、まあ、これは富山県としてもですね、応援していきたいというふうに思っております。それから中ほどが UIJ ターン就職の促進でありまして、一番上が県外大学 UIJ ターン就職パートナーシップ事業とありますけれども、まあ、早稲田大学との就職支援協定というのがありますけれども、まあ、新規事業創造インターンシップというようなものも開催しますし、まあ、早稲田以外の県外大学とも連携強化していこうと。それから2つ飛びまして、就活上司応援カフェ、これはまあさっきも触れましたが、まだまだあの男性に比べて女性の流出幅がですね、小さくなったとはいえまだあの、多いので、まあ、本県出身女子の大学生を対象としたですね、本県企業の先輩の女性社員との座談会、まあ、従来以上に4回を6回、8回ぐらいまで広げる、まあ、そういったことの予算でございます。それからあの、まあ、大学連携してデザイン人材のマッチングを行うとか、あるいは理系薬学部系の学生対象の奨学金返還制度とか、返還助成制度とか、また若者女性街中オフィス応援モデル事業、
まあ、こうしたこれもですね、新たに街づくりの実践者や潜在的な企業家向けのセミナーを開催して、まあ、有給資産を活用したシェアオフィス等を整備する。から右の方はこれは先ほど申し上げております産学官連携による中央大学の振興関係ですので説明は省略させていただきます。働き方改革の推進と、まあ、県民活躍ということですけれども、まあ、働き方改革については、まあ、県民運動として進めていくというのは左の一番上でございます。また長時間労働の是正ということにも力を入れてまいります。特にこの中で建設業の週休2日制の実施を受注の条件としたモデル工事の施行とありますけれども、これは29年度も2件だけ施行してみたんですが、新年度は30年度は50件ほど予定しておりまして、これは完全週休2日制が一番望ましいんですが、4週8休でもいいということにしまして、まあ、達成率 80% 以上で、これに手を挙げた企業については、入札などの単価の諸経費率をですね、補正して、工事費の約 1% を上乗せをする。で、ちゃんとその通り実施すればですね、工事成績も加点するということで、まあ、できるだけ、まあ、建設業にもですね、若い人を、まあ、また女性なども含めて、労働環境を良くして人材確保に努めていこう。また産業としての建設業もやはりしっかり存続していただかなきゃいけませんので、そうした努力をするわけでございます。それから、まあ、柔軟で多様な働き方というのがありますが、まあ、その中で人生100年時代人づくり構想推進事業というのがあっていますけれども、まあ、本当に人生100年という感じになってきましたので、そうしますと大学で学んだことをそのまま何十年も、まあ、あとは実社会でもちろん勉強も実際はするわけですけれども、まあ、時代に乗り遅れるということもありますから、企業労働者向けのキャリア教育とかリカレント教育などをしっかり、まあ、進めていく、そのための理念と具体的方策の検討ということであります。また会より始めようでテーマ県庁働き方改革の推進も進めてまいります。まあ、タブレット端末の活用とかですね、から繁忙期に派遣社員を機動的に配置する、まあ、これはどうしても仕事にはある程度反感がありますので、まあ、行政改革ということもありますから、そういう際に派遣社員制度をうまく活用しよう、こういうことであります。それからその下の共通事務システム改修による業務効率化939万円とありますが、これ何のことかと思われるかもしれませんが、行革の時にお話した時間外勤務申請は今まで結果としては事後承認みたいになっていた面があるんですけれども、これを事前の承認化というふうにいたしました。まあ、そうするとですね、このシステムの改修をしなくちゃいけないということでありますので、まあ、それだけじゃありませんが、そういったことも含めてシステム改修をして時間外勤務というものを、まあ、少なくとも係長さんが判断をして、まあ、できるだけ少なくする、まあ、そのことを通じてですね、各係員の仕事のバランスを図る、まあ、繁忙期にはお互いに助けよう、まあ、そういう仕組みに従来以上になるようにしたいということでございます。それからその一つ下に、まあ、二つともそうですかね、学校での取り組みとしてもスクールサポートスタッフ部活動指導員配置もあります。これは後ほどそちらの方で説明したいと思います。から女性活躍の推進も、まあ、やっぱりこれは企業のトップの方の意識が大変大事でありますから、まあ、育ボス普及促進事業、さらにしっかりと育ボス養成講座による
企業の実践的な取り組みを支援する。それからやはり中小企業がやはり課題が多いので、女性活躍中小企業支援事業ということで、社会保険労務士をですね、中小企業に、女性活躍働き方改革推進員ということで派遣をしまして、できるだけ女性活躍推進法に基づくですね、事業の指導計画も作って実行してもらうように進めてまいります。それから、女性管理職の登用の促進とか、またキャリアアップ再就職を支援する、こういった事業もやっておりまして、特にこの女性のキャリアデザイン応援事業というのはですね、大学等への出前講座、産休育休中の女性向けのキャリアアップ講座の実施などによりまして、女性のライフイベントに応じたキャリア形成を支援する、こういったものであります。女性農村女性の企業も支援しております。それから仕事と家庭の両立支援としては、そのためのハンドブックを作りましたり、また昨年あたりから本格的に進めております企業子宝リス調査、またそのことと同時に、そうしたことに取り組んでいる企業を検証するということも進めてまいります。また介護保育関係についてはその下に記載の通りでございます。それから労働生産性の向上を右上ですけれども、そのためにもですね、中小企業や経済界に IoT、IT ビジネスを普及させていこうということで、いろんな予算を組んでおります。さっきもちょっと触れましたが、ここまで具体的にですね、ここのプロジェクトに補助金を出したり、定留資制度を設けたりしている件は珍しいんじゃないかと思います。またこの項の下から2つ目に介護ロボット普及促進モデル事業というのがありますけれども、これは介護現場の負担軽減と、また環境改善、いわば働き方改革の一部だと思いますが、介護ロボットをユニット単位で活用したモデル的な取り組み、これは全国初になると思いますが、2つの事業者を指定してまして、これを支援する、そのことによってですね、介護現場の負担軽減、また介護の担い手、人が集まらないの、こういったところで働き方改革をしてですね、集まっていただきやすくする。から富山型水田スマート農業はここに記載の通りであります。から健康経営はさっき触れました。あと高齢者の就業支援。から非正規労働者の正規化、グローバル人材。これも先ほど ASEAN の中の利用政策について触れたところであります。それからもう一枚めくりいただいて、中小企業の振興とチャレンジの支援ということですけれども、これはですね、話せばきりがないのでご覧いただきたいと思いますが、特に事業承継のところではですね、非常に60歳以上の経営者で後継者が決めつかない人が約4割ぐらいだという全国データがあって、今、富山県でも調査しているところですけれども、大体同様の傾向になるんじゃないかと思います。でそこで、事業承継をしっかり活性化していこうということで、シンポジウムを開きましたり、また商店街の、プロフェッショナル体験、若者にですね、職業体験もしてもらって、商店街の開業のきっかけです。また事業承継にも努めたい。一方、合わせて新世紀産業機構の方で事業承継ネットワークの構築とか、プッシュ型事業承継支援、事業引き継ぎ支援センターの事実、これは国のお金も相当入っておりますけれども、相当な拡充が図られました。こういったことでですね、どんどんとせっかく企業として一応成り立つのにですね、後継者がいないがために事業が、会社がなくなるということにならないように、またこういう機会にですね、新たに IoT 技術なんかも含めて、より生産性の高いですね、企業として飛躍できるように、進めていきたいと思います。
から右側は中小企業の資金繰り関係、から伝統工芸品関係でございます。伝統工芸品では今年の4月にパリでですね PR 展示会を開催する予定にしております。また下から3つ目、日本橋富山県で富山間で今年が明治150年にあたるということで、富山の伝統工芸品の老舗展を開催する、こういうふうにしております。次にもう一枚お寄せいただいて、ものづくり産業未来戦略ということでございます。でこれは新たな成長産業の育成ということで、 IoT やロボットなどの導入を推進してまいります。で先申し上げましたように、新しく上から3つ目ですが、ものづくり産業未来戦略の策定もいたしますし、からさっきも触れましたが、アルミ関係の産業の成長力強化戦略、またオープンイノベーション、こういったことも進めてまいります。それからものづくり技術の高度化のところを見ていただきますと、さっきも触れましたものづくり研究開発センターの設備の活用事例を動画として全国発信して、研究を超えた人と技術のネットワーク作りをしていこうと。それから少し飛びますけれども、高精度メタルワーク人材養成事業というのがありますけれども、これはですね技術専門学院で、産業界の要請に応えまして、高精度な金属加工技術に対応した新たな訓練コースを設ける。これまではですね、切断から溶接とかごく一部、それでもそれなりだったと思うけど、そういった研修コースだったんですが、今回は新たに製図から精密加工までですね、ワンストップで一連の知識技能を習得できる、こういうふうにしたい。そのためにレーザー加工機3400万ぐらいの高度なものをもう入れてですね、富山県のものづくり産業の活性化にするということ。こうしたことで自動車のエンジン部品とか小水力発電のタービンとか、いろんな高度な産業を支える金属加工技術が身につくと、こういうことであります。から中ほどの産学官連携によるものづくり産業の高度化ですけれども、これは大体見ていただければお分かりいただけると思いますし、昨年以来セルロースナノファイバー、高機能素材、こういったことも進めてますけれども、これも大いに進展してまいります。それから産業支援機関の拠点整備はさっきご説明いたしましたので、省略したいと思います。それから右側のヤクト富山の確立では、医薬品関係、先ほども説明いたしました。また今年5月にですね、今までの薬事研究所、今度薬事総合研究センターとなりますけれども、そこの開所記念シンポジウムを行うことにしておりまして、内外の著名な研究者などにも来ていただこうと。それから上市の薬用植物指導センターは、画期的な薬用植物栽培、生薬生産技術研修等の整備を行ってまいります。それからデザインを生かした商品開発では、クリエイティブデザインハブはさっき説明しましたけれども、このデザイン交流拠点全国発信事業ということで、このデザインセンター一帯をですね、デザインの交流ゾーンとして全国に発信するための富山デザインコンシャス2018というものを行って、海外の専門家デザイナー、また一般県民の見学ツアー、こういったことも考えてまいります。また富山デザインコンペ特別展というのは、これデザインコンペ始めて25周年になりますから、富山県美術館と連携して特別展を行う、こういったものであります。それから次の6ページを6番を見ていただきますと、活力ある安心な建造機の時代性について、公共所得価値は当初で言いますと、605億 1.3% と138億 3.4% 増ですけれども、
まあ、14ヶ月で見ていただくと、それぞれ 19.1%、単独も 3.9% というふうになります。で、まあ、一つ一つ説明したいと長くなりますが、まあ、直轄事業のでもですね、これは負担金ベースで挙げてありますけれども、富山高山連絡道路、トヨタ荒谷立体とか、有吉富山港でありますとか、また富山駅付近の連続立体交差事業は、募集しかと言いますが、30年度末にですね、下り線が完成する、愛の風富山鉄道の高架化部分が完成する、そうすると、まあ、ライトレールの南北一体化がその後すぐに、できると、こういうことになるわけでございます。また高岡環状道路、道路の手枠のところに上がってますけれども、今度も豊さんでも組んでおりますし、また湾岸サイクリングコースの整備ということで1億6000万、これは氷見の青から県境までとか、黒部の育児から吉田、入善朝日、こういったところをですね、まあ、サイクリングコースとして、まあ、かなりの分は専用道にもできると思いますが、努力してまいります。それから下の方にありますけれども、定住判定住進めるための地方創生関係の基盤整備とか、また港でいうとガントリークレーンの、まあ、レール免震とか、富山新港開港50周年とか、こういった事業を待ってますし、また安全安心の右側見ていただくと、今年ですね、洪水浸水想定区域図、これは県内の水周知河川41河川すべて、完成、30年度で完成いたします。それから橋梁等もトンネル等も進めてまいりますし、それから空き家対策では、空き家発生未然防止事業というのがあってますけれども、空き家をになってからよりも空き家にならないようにですね、未然に防止するための普及啓発を進めていこうとしております。あと農地防災関係はその下ですが、国営総合農地防災塩川左岸地区は30年度で完了する、また付帯事業も、まあ、その後あと5年ぐらいで完成する、こういう見込みになっています。それから次の地域公共交通ネットワーク、あと空港環境ですけれども、まずバス利用促進事業補助金が左にありますけれども、これは従来は赤字が出ると欠損補助というような感じにしておったんですけれども、まあ、利用計画の策定、利用促進の計画策定、取り組みで努力したら評価される、条件不利地域の路線確保のための新たな補助制度を求めるということであります。それから交通関係の整備として、中ほどから2つですね、バス情報オープンデータ化推進事業、バスロケーションシステム導入推進事業、これはいずれもですね、それぞれ全国初でですね、県内すべてのバス情報のオープンデータ化をするとか、あるいは全国初のバスロケーションシステムの導入といったことでありまして、まあ、これは大変地域公共交通を整備していく上で大事なことと思います。から左下の下から3行目、愛の風富山鉄道の新駅、富山東富山間、まあ、例の鍋田地区ですね、まあ、いろんな経過がありましたけれども、まあ、富山市さんとの件も整いまして、いよいよ、まあ、新駅の詳細設計に着手をしていくと、こういうことであります。また右側の空港関係は、例えば羽田便活用立山広域周遊旅行モデル事業というのは、これはポイントはですね、今まで飛行機乗っていただいても、例えば富山から羽田から富山について富山空港から立山行って、そのままトンネル、そのまま抜け長野方面に抜けるというような、その逆もあるんですけれども、そういう傾向が強かったんですが、まあ、それもそれはそれでも、そういうのもいいんですけれども、この富山羽田便往復利用をしていただくことによってですね、立山黒部アルペンルートとか奥飛騨とか、幅広く周遊して楽しめる、まあ、旅行商品もできますので、まあ、そういったこともアピールしてですね、観光客にも喜んでもらう、
また富山羽田便の利用促進にもつながる、こういうことであります。またその下の花座便利用合宿促進事業というのは、まあ、神奈川の黒岩知事とも話をしまして、まあ、せっかく友好関係にありますので、神奈川県内の高校大学から富山羽田便を利用した合宿の誘致をしていくということでございます。まあ、羽田空港というのは横浜からすごい近いんですね。あのご承知の通りだということです。それからあの東南アジア等についてアナグループと連携してですね、富裕層を誘致する、まあ、例えばシンガポールなんかでやりまして、まあ、こういったあのリッチな方々に、まあ、ハイグレードな旅行にもしていただくと、こういうことになります。ただ大連便の20周年等にも取り組んでおります。それからあの下から4つ目、富山空港の県外旅客利用促進ということで、まあ、あの高速道路などを利用して空港までいらした方に空港内テナントで使える空港券を配るとか、まあ、いろんな工夫をいたします。また今後チャーター便についても努力してまいります。それから次の反日本海物流国際経済交流ですけれども、まず敷田山港については、まあ、シベリアランドブリッジ等に来てからでと思いますし、またあの物流、国際物流に明るい専門家を配置して新規荷主の開拓を行いたい。から中ほどですね、海外ビジネス推奨貿易の拡大強化で ASEAN 諸国との経済交流、タイの名刺とかベトナム投資環境セミナーとかアンドラプロデシ州、ミャンマーの保健スポーツ省代表団の国で等々を進めてまいります。それからあの海外市場への販路開拓の支援ということで、下の方に農産物の輸出関係も上がっております。それからあの右側の立地助成のところでは、今回企業立地助成金制度もですね、まあ、10億7800万とございますけれども、まあ、その中でも特に県外からの人材確保を支援するために工場の新増設に伴う新規雇用者の計算をですね、例えば新規立地だと 1.5倍、増設の場合は2倍にするといったようにして優遇しまして、できるだけあの工場の新増設に伴って県外からの転入者を増やす、それを優遇するという仕組みにすることにしております。なお併せてあの地方拠点強化税制の制度改正を受けまして、本社機能の県内移転に代わる新規雇用者数の要件緩和とありますけれども、これは中小企業の新規雇用者は5人以上となっていたのを2人以上でもいいというふうにするものでございます。まあ他にもいろいろありますが終了します。それから次に日本海側の総合的拠点校敷手間校、まあ、これもさっき言ったシベリアランドブリッジとか新納地区のガンプリクレーン、あるいは港のにぎわいということで新港マリーナの活用事業、県外船舶コーナー対象にした新たな交流体験ツアー、こういったことも進めてまいります。それからクルーズ関係では、発着クルーズ推進補助制度というものを作って、またクルーズ誘致のコーディネーターも配置する、まあ、こういった努力もしてまいります。それから次に農業関係ですけれども、まあ、左の方は生産力を高めるということで、まず富山型水田フル活用とあって、ミニアトリン作体制、その後加工用米なども作るとか、園芸の進行を図るといった農産、からフフフの観光、からさっき申し上げた種もみ生産技術の関係ですね。これはあの種子法改正ということが意見アゲンストの風に見えますけれども、まあ、この機会に民間がやなんかが参入してくるということですけれども、民間や他県の育成品種、まあ、中にはちょっと、課題があるところもありますので、それを病気のないクリーンな状態で原子供給するため隔離補助、検定温室等を農業研究所に整備しまして、
むしろこれまで以上にですね、種もみの、まあ、日本一の拠点富山県というのをもっとアピールして、そして付加価値の高い農業に貢献していこうと、こういうことであります。からその3つぐらい下に玉ねぎ等展開モデル事業がありますが、まあ、あの JA 都南美さん頑張って大変成果を上げていらっしゃる皆さんご存じの通りですが、まあ、これをですね、まあ、せっかくならば今確か180ヘクタールぐらいまで玉ねぎの栽培面積が広がったと思いますけれども、まあ、これをさらに広げていくためにですね、他の JA でも意欲のあるところはあのこの玉ねぎの導入をやってもらう、そのための機械化体系の導入実証、またあの栽培研修会の開催ということであります。それから林業についてもですね、林業成長産業化県産材の基本計画、まあ、こういったものを作ってまいりますし、から水産業では、まあ、アメリカの栽培業センターの種苗生産施設ですね、まあ、これ木地旗の保有技術の早期確立、生産尾数も3万尾から6万5000尾にする、まあ、将来は赤物の生産施設としても活用する、またクロマグロについてもここに書いてあるように努力してまいります。それからその下の食品ロス食品廃棄物対策については、まあ、G7 環境大臣会合なども受けた取り組みですけれども、まあ、だいぶですね、いろんな事業者の方の理解も深まってきたと思います。で301号運動、それから消臭館の見直しに向けた店舗での実証実験、外食店での食べきりサイズメニューの導入促進、こういったことに力を入れてまいります。また中ほどの農業経営基盤ですけれども、まあ、富山型農業経営支援とか、あるいは2つほどといいまして農業経営者総合サポート、まあ、こういったことで、まあ、いろんな相談に乗れるような窓口を県の農業会議に作りまして、営農指導員等のいわゆる支援チームの編成、から税理士との専門家の派遣なども支援してまいります。から一つとりまして、 ICT 活用による環境性型園芸ハウス、これはあの富山未来農業カレッジの園芸ハウスをですね、県の中央農業高校の敷地に整備しまして、この農業中央農業高校と富山未来カレッジの連携を深めまして、園芸作物の年間を通じた高度な栽培技術をの栽培実習を実施するということであります。それから富山農業経営継承事業というのも進めてまいります。それから夫婦はさっき申し上げました。それからあの土地改良関係は右上の方にございますが、昭和砂岩は30年度で国営の方は完了いたします。その後付帯県営従来からやってますけれども、あと5年ほどで完成する見込みということであります。それから農産漁村の活性化では中ほどからしたり、富山中山間地域サポート推進事業、これ中山間地域の全892集落に実態調査もしましてですね、どうやって地域を支える人材を育成していくか、まあ、銀富山村づくり塾仮称ですけれども、こういったものも開催しようと、から鳥獣被害防止、これまで以上に力を入れてまいります。あと森づくり関係も富山森時のフェスタ、これは今回は太鼓山ランドで行います。で昨年の全国植樹祭の成果を受けるということであります。それからあの食の安全ではですね、まあ、ギャップの普及、グローバルギャップ等の認証ギャップ取得に向けた支援があります。それから11番、まあ、環境関係で、まあ、特にあの立山黒部世界ブランド化ということに、まあ、力を入れることにしておりまして、まあ、この立山黒部新アクセスルート基礎調査、まあ、ロープウェイの整備も含めて、まあ、これはもちろんあのまだまだ検討課題が多いわけですが、しっかり取り組んでまいります。
それから立山黒部ホテル旅館ハイグレード化促進事業というのは、まあ、宿泊事業者が行うホテル旅館のハイグレード化をですね、新築なり改築なりを支援していこうと。それから立山黒部繁忙期ボトルネックの解消というのは、今あのケーブルカーに乗るのがですね、繁忙期には3時間待ちとか極端な場合5時間待ちといった日もあったとも聞きますけれども、これ臨時バスを運行してですね、その繁忙期の混雑の緩和を図る、まあ、これをですね、まあ、民間企業だけでは大変の面もあるようですので、県としても一部経費を支援すると。それから立山黒部世界ブランド化に向けての、まあ、動画制作を、まあ、引き続き行います。それから立山黒部エリアの通信インフラ、これあの携帯電話不感地帯諸堂周辺の Wi-Fi 未整備スポットの解消、まあ、こういったことでございます。それから外国人観光客対応施設の整備、こういったことも進めてまいります。から戦略的な観光地域づくりでは、まあ、DMO をですね、から旅行者データベースを活用してターゲットを絞った戦略的なウェブ広告の配信と行ってまいります。それから富山観光未来創造塾もですね、外国語対応ガイドの育成などさらに力を入れてまいります。それから富山らしい魅力ソースのところでは、まあ、あの世界で最も美しい富山湾の活用保全はもちろんですけれども、先ほど触れた湾岸再建コースの整備、またあの富山県美術館の企画展なんかとの連携、それから町づくり総合支援の方では、まあ、中山間地域の活性化なども含めて取り組んでまいります。それから、まあ、富岸水上ラインの進展は先ほど申し上げました。から戦略的プロモーションではですね、まあ、先ほどもちょっと触れましたバーチャルリアリティ技術を活用した観光プロモーションをやっていきますし、また年輪ピックもせっかくですから観光振興に役立てたい。それから国際観光ではですね、まあ、国際観光インターンシップということで、ホテル旅館が受け入れるタイや台湾のインターンシップ学生に対する日本語研修、県内観光ツアー研修、これはの大変去年やりまして評判がようございましたので、引き続きやってまいりますし、環日本海クルーズの推進に努力してまいります。それから先ほどフリップアドバイザーの話は申し上げました。また世界で最も美しいワンクラブフランス総会に、まあ、できれば出席するしてプレゼンしようと思っております。それから日台観光サミット、これがあの2019年に富山県でやるということが内定しましたけれども、その前の今年は台中でですね、台湾側で日台観光サミットがあるということで、まあ、ここでも、まあ、できれば参加して富山県のアピールをいたしたいと思います。まあ、他にもいろいろありますが、それからあの12番は世界で最も美しい富山湾環境ですけれども、大体これまでお話ししたことで、かなりカバーできていると思いますので、ご覧いただいて何か質問でもあればお伺いします。から13番は賑わいのある街づくり、まあ、これもですね、若者女性と街中を人を応援するのさっきちょっと触れました。それから活力ある街づくり、右側見ていただきますと2つ目、地域拠点活性化支援事業、これはですね、市町村が実施する、まあ、高校再編対象校の跡地利用等を中心とした地域拠点活用化方策の検討を支援する、まあ、これはどれどれ各地区、まあ、100万円定額で交付しまして、まあ、市町村の方でいろいろ住民の皆さんとともに、まあ、アイデアを出してもらったらと思っております。それからあの愛の風鉄道の富山東富山間の新規先ご説明を申し上げました。
それからそれに関連した周辺に県有地がありますが、公募によってですね、民間の開発事業者を選定したいと思います。それから町中県資産有効活用調査検討事業、まあ、これはまさに NHK 跡地を中心にですね、まあ、県有地がいくつかございますので、まあ、有識者によって活用策を検討する。それから富岸水上ラインの進展は先ほど申し上げました。また富山県美術館に関連して企画展やあるいはプロムナードの活性化事業などもやっています。から次に教育関係ですけれども、まず高等学校関係でございます。まあ、これは魅力と活力ある学校づくりというのは左上にありますが、これはまず再編統合する学校4校についてはですね、4年間学校行事の魅力化などを特別に支援する。再編統合先の学校4校については新学校高校での取り組みの検討施行を特別に支援する。また新たな学び創造事業というのはですね、次期学習指導料や大学には共通テストの公共教育の変革を的確に対応できる事業を改善する。まあ、拠点校18校中心ですけれども、再編8校すべてを、まあ、拠点校として指定をしたい。また ICT 教育についてもですね、再編関連の8校すべてにこうしたものをタブレット等を導入してですね、進めてまいります。また学校施設設備のさらなる充実ということで、まあ、県立学校のトイレの洋式化というのを3年間でまず生徒用のトイレ 100% で、その際にも再編8校を優先してまいります。また武道館の改築についても、まあ、テーマ公共高校もございますけれども、新たに設計をですね、なんと福野高校、入善高校で行いまして、再編統合先の学校を優先して改築をしようと。から運動場の整備についてもですね、グラウンド、テニスコートを再編統合先の学校を優先して整備するというふうにしております。また生徒指導支援体制についても、高校スクールカウンセラーの配置、から高校スクールソーシャルワーカーの派遣についてもですね、再編8校を全て拠点校とする、あるいは再編8校の派遣時間を倍増すると、まあ、できるだけ優先的に進めてまいります。まあ、それ以外にも、例えば左の下の方の中ほどにあるSNS を活用したいじめ相談モデル事業というのはですね、まあ、相談体制構築に向けたモデル事業というのを北陸で初めて実施しまして、その効果や課題を検証する。これは高等学校4校を対象にして行います。まあ、北陸で初めての取り組みでございます。それから中歩道の下、県立高校建設事業でありますが、中央農業高校寄宿舎改築にかかる実施設定等でございます。それからその右側に部活動指導員配置促進事業とありますけれども、これは学校の先生方の負担軽減、また競技力向上を図るために新たに部活動指導員を県立高校に配置する、まあ、10校、これは県単で、まあ、行います。それから特別支援関係もですね、発達障害教育支援事業とか、特別支援学校防犯対策事業とか、また就労支援の充実などを進めてまいります。で、次に小中学校関係ですけれども、まず左上のですね、小学校英語教員教育モデル事業、これは英語専科教員の配置校を42校から60校に拡充いたします。で、今まで全国一の配備率であったんですけれども、まあ、さらに充実しているということでございます。まあ、今まで配置率が 22.3% で、まあ、2番目の県が 14.5%、 全国平均が 2.3% でしたが、
この 22.3% を 32.4% に高まるということで、まあ、これはまさに群馬県がフロントランナーとして取り組んでいる。また英語学習パートナーの派遣というのもですね、県内の大学生を外国語授業の授業補助者として派遣する。これ50校で、これ全国初の取り組みでございます。まあ、その他まあ、一つ一つ説明していると長くなりますので注意しますが、安全安心のところではですね、まあ、学校安全教育にも力を入れる。からさっき申し上げた幼稚園等の保育料の軽減はもちろんございます。それから中ほどから下に教員の働き方改革、多忙化解消とありますけれども、まずスクールサポートスタッフ配置事業、まあ、これを、まあ、各市町村の小中学校に各1名、まあ、30名ほど、まあ、配置をいたしまして、そしてまあ、できるだけ、まあ、例えば資料等の印刷とか調査データの入力なんか、そういった産業をこのスクールサポートスタッフにお願いをしまして、まあ、結果としてですね、教員の方が子どもと向き合う時間が増える、まあ、理論計算すると小学校では 2.5 時間、中学校では2時間ほど増える、こういう計算になります。また部活動指導員配置促進事業、まあ、これはこれもまあ学校の先生の負担軽減と合わせて競技力向上ということで、まあ中学校に38名ですね配置をして、実技指導や大会引率を単独で実施できると、まあ関係者保護者や世の中が認めた方をですね部活動指導員として配置する。まあ、もちろんそのことによって処遇なんかも従来よりも手厚くするということになります。それから生徒指導支援対象では小中学校スクールカウンセラーの配置、それから小中学校スクールソーシャルワーカーの派遣、まあ、この辺はいずれもですね、ここにあるように国の目標1年前倒しをしてスクールカウンセラーは全小学校区に配置する。から小中学校のスクールソーシャルワーカーも国の目標1年前倒しする。また SNS を活用したいじめ相談もですね、北陸で初めて実施しまして、中学校4校、それからさっき申し上げた高校でも4校取り組むことにしております。また富山の子どもを守るネットトラブルの防止、これは去年あたりからやってますけれども、市町村が実施する、まあ、生徒による学校ネットルール作りの取り組みを支援するといったようなことでございます。それから次にふるさと教育関係でございます。まあ、これも話せばよくあるんですけれども、まず、まあ、魅力あるふるさと作り、それから中ほどの郷土の自然暮らし産業を学び親しむ、こういったところにですね、立山砂防の世界文化遺産登録を目指したシンポジウムや国際防災学会、あるいはそれに資するためにアニメで英語版のアニメを作るとか、あるいは英語版の立山砂防世界遺産登録推進の冊子を、まあ、改定するといったような予算がついております。また中ほどの上には大友やかもち1300年、やかもち文学賞から漫画大友やかもちによる普及啓発、こういったものも、これは里中益子先生にお願いしました。次に文化の振興関係でありますけれども、文化を環境創造発表する機会の実施ということで、まあ、美術館における大学生の常設にしては無料化、学生の半額割引、それから障害者芸術文化活動の支援も行っています。それから次世代の人を育成するために音楽についても従来以上に力を入れてまいります。それから中ほどのアートとデザインをつなぐ場で、まあ、富山県美術館のいろんな企画を進めますし、
それから星の国文学館の取り組みも進みます。それからシアターオリンピックスがいよいよ来年ですね、テーマ展で開催されるということでありますので、その準備をしてまいります。それから立山サーボ関係、先ほど申し上げました。それから文化と他分野の連携では、国際工芸アワード富山の準備、それから富山デザインコンペ特別展、からデザイン交流拠点全国発信、大体さっき触れましたけれども、そういったところに力を入れてまいります。それから水と緑の森づくりは18ページにございます。引き続きですね、有料も学生に包み、建物の森の加減足の生産基盤の技術も図りますし、県民参加の森づくりに力を入れてまいります。また合わせて、US ページの右下で、富山森とびのフェスタがありますが、今回は全国植樹祭の成果を踏まえて、太鼓山ランドで実施してまいります。また、ボランティアの参加、1万3000人を目指して努力してまいります。次のページ、総合的ながん対策の中心です。で冒頭も触れましたが、健康経営という考え方、またウォークビズ富山県運動というのを力入れています。それから左の中ほど、受煙喫煙の防止事業にも力入れてまいります。からがんの早期発見体制、職域連携がん検診受診率の向上、これ全国的に見ればまだまだこのページの、下の方に働く世代の乳がん死亡率とか、胃がんの年齢、調整死亡率とかいろいろ上がっておりますけれども、市町村で見るとがんの検出率は割に全国的に高いんですけれども、しかしやはり、例えば胃がんで亡くなる人は全国より、男性も女性も多いと。ということで力を入れていこうということでございます。それから働く世代の乳がん死亡率もですね、全国民が高くなってますので、職域に力を入れて、経営者向けのセミナー、従業員向けセミナーにも力を入れていくということであります。なおがんについては従業員で先端医療等が一昨年竣工しましたけれども、ここに合わせて相当な成果が出ています。またがん患者の支援体制にも力を入れてまいります。これから21番ご覧いただきますと、健康づくりの推進、医療の技術ということで、これは大体今までお話ししました。左の方で言うと、健康合宿、生活習慣改善ヘルスアップ、なかなか効果があるということで、さらに出てまいります。それから左の中ほど、健康スポーツ環境技術検討、これは健康スポーツの推進方策、施設整備について総合的に検討する、また栄養の非栄養習慣の普及ということも努力してまいります。それから不妊治療費助成といったようなことは引き続き努力してまいります。それから医療の技術関係ではですね、医療機能文化連携推進事業補助金、一般病床から訪問看護ステーション等への在宅サービスを行う施設への転換を支援する、これは右から2つ目の欄の上から2つ目でございます。あと富山歯科総合病院の施設設備の支援も行ってまいります。から小児救急、シャープ8000の運営時間を休日昼間にも拡充する、またリハビリテーション病院、子ども支援センターのさらに新たに重症心身障害児等に療養介護サービスを提供いたします。それから少し飛びまして、右から2つ目の欄の下から5、6行目にある医療介護連携促進基盤ですけれども、これも3地域でですね、地域の医療や介護関係者が在宅療養者の医療介護情報をリアルタイムに共有活用できる ICT システムの整備を支援すると、先進的な取り組みでございます。それから右側で県立大学の看護学部の整備を進めてまいります。
それから21番ですけれども、共生福祉、地域共生福祉環境、まあ、ふれあいコミュニティ、グランコミュニティとか、山形デイサービス、それからその下の方の医療、在宅医療訪問看護のところで、先ほど申し上げた医療介護連携促進基盤整備、これを進めてまいります。それから子育て支援関係は大体先ほどお話ししましたので、紹介します。それから福祉人材では、左下の方にありますが、潜在看護福祉士の復職支援、こういったことにも力を入れてまいりますし、それから障害者福祉では、障害者技術文化活動の普及、R ビルドのさらなる普及等ですね。それから精神障害者の地域移行支援、それから手話条例も作りますが、手話普及施策の総合支援、それからリハビリテーション病院の機能拡充も図っています。それからスポーツの22ページ、スポーツ関係ですけれども、東京オリンピックに向けての聖火リレーの準備を始める、から湾岸サイクリングコースの整備をさっき申し上げました。また年オリンピックもしっかり準備でもあります。また健康スポーツ環境事実検討、さっき申し上げましたけれども、健康スポーツの推進方策や施設整備について総合的に検討してまいります。それから学校における体育スポーツは、先ほど部活動を指導に配置促進の話をしました。また今後もスーパー富山元気子育成事業ですとか、パラスポーチャレンジ事業とかから出てまいります。それから75回冬季イスキー国体富山県であるということですので、その準備を進めてまいりますし、合わせて県営ジャンプ場の改修も行います。またもちろん東京オリンピックに向けて、ジュニアアスリートの育成とか、さまざまな健康向上の取り組みを進めてまいります。それからもう一枚見ていただいて、環境関係ですけれども、まず循環型社会と低酸素社会という、それは物質循環フレームワークの実現に向けたシンプルシェア 3R の推進で、ちょうど 3R 推進全国大会が、今年の秋に開催されます。これに合わせてですね、富山県のこれまでのレジ袋無料配布10周年とか、エコストア制度創設5周年、そういったいろんな独自の取り組みを全国にアピールしてまいります。それから食品ロス削減県民チャレンジ推進事業、これもようやくですね、国の皆さんだけではなくて、小売店とか事業者の方にも大変認識が深まってきて、できるだけ協力していこうというふうになっております。食品ロス、食品廃棄物削減対策事業、こういったことも進めてまいります。それから富山環境未来チャレンジということで、小学校で温暖化や 3R 食品ロス対策の学習プログラムを実施して、家族ぐるみで実施している。それから再生可能エネルギーということで、地熱開発はしっかりやってまいります。それから自然環境保全では、薬師岳の来所、それから安全登山検討会の設置、また生活環境の資源ではですね、海岸漂着物対策、これは発生抑制、また回収処理、これも G7 環境大臣会合で、海岸漂着物対策、大きな話題になりました。しっかり取り組んでまいります。またその関係では、このページの左下の下から3つ目に、環日本海生態系機能共同学習プログラムとありますけれども、これも G7 テーマ、環境大臣会合、その後の北東アジア自治体環境専門家会合を受けた取り組みでありまして、国際的に見ても先進的な取り組みだったと思います。最後に安全安心を増してくるんですけれども、防犯対策ではですね、富山南署の整備、それから地域防犯設備効果体感事業がありますけれども、防犯カメラを町内会に貸し出して効果を体験してもらう、
それから、空き家対策も進めてまいります。それから、性暴力被害ワンストップ支援センター、先ほど説明しました。それから、シルバードライビングスクールというのは左の下の方にございますが、高齢者への交通安全強化、それからサポーカー体験型交通安全教室、これは自動ブレーキ等の搭載車を活用した交通安全訓練でございます。また、可搬式の自動速度違反取締り装置の整備を行います。また、防災危機管理関係ですけれども、消防防災ヘリコプターの更新、それから全国消防総合大会、今年の10月でしたかね、開催されることになっております。それから若者女性をはじめ消防団加入の促進にも努力してまいりますし、水ヶ原火山の活動等についてもしっかり取り組んでまいります。また山岳警備救助活動にも取り組みますし、それから富山県防災管理危機センター仮称建設事業でありますけれども、これは県庁の南別館を広報を一部取り壊してですね、そこに新たな防災危機管理センターを建てるということを、いう方向で検討を進めてまいります。こういったことを積み重ねて、この中ほどのところにありますように、富山県今、重要犯罪の発生率は全国で一番少ない、出荷率は全国で一番少ないというのを26年連続やっております。安全安心な富山県、の道安全な富山県、これもしっかりと。ちょっと長くなりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。どうかな、最後に2月補正を。はい、じゃあもう簡単にやります。2月補正ですけれども、補正額は204億ということでございます。財源はご覧になった通りであります。それから内訳見ていただきますと、2ページまずはさっき申し上げた地方創生に向けた拠点整備ということで、オープンイノベーションハブからアメリカの災害業センターの事業施設までやっております。全部で35億1000万、この約半分が17億2000万が国の補助金ですけれども、全国の国費が600億ですから、シェアでいうと 2.9% ぐらいになりますか。多分日本で一番この地方創生関係の国のお金を活用している県ではなかろうかと思います。から2番目が農林水産業の強化関係でございます。から1枚めくりいただいて、防災減災社会基盤促進、国補正予算を活用した防災減災ということであります。それから農林業基盤の整備、から県単独使用県産の整備、こういう中に県立学校の生徒トイレの有識化なども入ってますし、また除雪経費も上がっております。ちなみに除雪経費は当初で16億トンで、この間先決処分をして8億トンで、今回2月の選議の予算で5億円を計上すると約29億円計上したことになります。5億円は今後ですけれども、ただ今後の生き延び方によってはもうちょっと増額する必要があるかもしれませんが、それはまた状況を見ながら対応してまいります。から道路橋梁では高岡環状線等をはじめとして進めてまいります。というようなことであります。以上で説明を終わらせていただきます。はい、それではここで一旦5分ほど休憩取りまして、皆さんお揃いになられましたら始めたいと思います。